なんでバレてんの位置が。なんでバレてんだ。味方取れるかな、ロケ。勝つ。よーし、印取りが。あ、ロンビーは。どうも皆様こんにちは、グリードです。今回の動画ね、ガチでやばいです。もう本当にやばい。マジの神回ですね。ヘイローインフィニット現世界最強プレイヤーのオプティックゲーミングのルシット選手とマッチングした時の、試合を挙げたいと思います。ルシット選手がいるオプティックゲーミングはヘイローインフィニット出てから優勝2回と準優勝1回で、この間のオフラインの世界大会、これはねちょっと、まあ、波乱があって、まあ、いい成績ではなかったんですけど、まあこれこの辺で、ね、この間のヘイローの世界大会の解説動画で話したとこなんですけど、現在ねどのヘイロープレイヤーもねやっぱり最強といえば、現最強といえばルシット選手っていうぐらい本当にね強い選手なんですよ。で、もともとね、ヘイロー5の頃までなんかサイアンっていう名前で、スナイプダウンとかとチーム組んでた、スナイプダウンの元チームメイトですね。今日は現、ヘイロー世界最強プレイヤーとマッチングした動画になります。よかったら最後まで見ていってください。ちょっと待って。待って。ちょっと待って。いや、ガチだ。ルシットいるって。オプティックルシットおるって。世界最強、ヘイロー世界最強プレイヤー来たって。まずいな、ここは。いやー、ロケ取られたか。あ、向こう配信してるわ。ガチだ。ガチモンのルシットや、これ。ロケ取られてるな。まずいな。いやー、ロケ撃ってくんの、この距離で。マジで。ピング120。やばい、来てるぞ、ルシットが来てるぞ、こっちから。あいうちかな。いやー、これあい、まあ、回線悪いからしゃあない。ちなみに、朝の8時にやってるからね、僕。の上まだいるな、あれ。味方が強い。いやー、配線が悪いからマジでソロヒット絶対しないようにしよう。胸部剣をどんどん拾ってこ。いやー、ハイヤー来るの。マジか。銃声聞きつけてこっち来るスピードが怖すぎるんだけど。もうちょっとロケ出るね。あぶね。ロケどうなったのこれ。ルシットやった。危ない。敵バトライじゃなくてよかった。の脇どこだろうこれ。 C 側カバーできるから、ナイス。一回合流しよう。降りてくるかな。おお、ラッキー。これめっちゃラッキー。よしめっちゃついてるぞこれ。ショットガン取れる。ショットガン誰か取ったかも。もう開いてたね。もう回線的に僕アシスターに徹しようこれ。よし、後ろ。うわー、もう一人ワンショーだったんだよな。よし、でもリードして。味方が強い、これ。味方がいい感じだ。もうサポーターに回ろう、これ。あ、全然来た。もうね、今日の朝8時にやってんだけど、寝れなくて、そのままオールでやっております。ナイスカバー。ルシットやった。
危ない追いかけてくるのか。ロケ出たね。ロケは味方に任せようかな。なんでバレてんの、位置が。なんでバレてんだ。味方取れるかな、ロケ。勝つ。よーし、印取りが。あ、ロンブイワン。うわー、やったぞ。やばい、相手回線で 1V1 勝ったぞ、今。オッケー。まずい、これまずい。味方で合流しないと。味方そこ、やばい、2人以上いると思う。ショットガンか、味方。それはやれるわ。やれないか。でも味方やってくれた。あれ、ルシットだったね。ナイスカバ。なんか味方とめちゃくちゃ呼吸が合ってる。いやー、絶対グレ当たってる。いけ、ワンショワンショ。グレ当たってる。いいぞ。ナイス。この脇は、よし、これ味方にやってもらおう。あれ、ルシットだな。よし、1枚。これ、ルシットだ。これ、無理。これ、逃げる。グレ当たったな。だけど、深追いはしない。やっぱ強いプレイヤーとやると考え方全然変わるな、これ。あれ、味方にやらせる。ロケは拾わせない。よし。これ当たんないだろうな。まあ。いいだろう。あと2点や。よし、これ勝ちたい。ウィーク。いや、これ無理しない方がいいな。やったー、うわー、勝ったー。まあでもこれ、チームバランスが。ランクマッチだけど、スキルマッチの精度もな、あるからな。いや、最高やったらなんか、昔の試合で思い出したわ。いや、本物だ。てか、相手配信してるもん。Rush Greeds, thank you for the 3000 bits. Holy shit, man, I appreciate that. Thank you for the support.ヘイロー現最強プレイヤーね、オプティックルシットにマッチングした動画でした。彼はね、ルシットは、Twitch メインで配信してて、YouTube もね、動画上げてるんで、ぜひチェックしてみてください。基本的に海外のヘイロープロはね、Twitch をね、メインにしてます、ほとんど。配信メインにしてるんだけど、ルシットはね、YouTube コンテンツを結構上げてるんで、その中でも、かなり見やすいんじゃないかなと思います。というわけで、よかったら今日の動画、チャンネル登録、高評価等ぜひよろしくお願いします。